はい、それではパレードラン参りましょう。パレードラン、ここがピットロード、スゴーのピットロード、グリーンシグナルを確認してコースインしていきます。大丈夫ですかカメラマン。はい、そこそこの揺れですけどね。そうですね、はい、ゆっくり走りますから。スゴーのこのコースインはちょっとこのね、狭くなってて、合流地点が日本でもちょっと一番難しいと言ってもいいような、そんなサーキットになってます。コースインがこの3コーナーの手前でコースインとなって、ここが3コーナーですね。ここはロードスターだと、この車だと4速で踏み切りで行くようなコースになります。コーナーになります。そして次がここ4コーナー、スゴーで1番の、あれのきついところ、ヘアピンに例えれるでしょうか。ここをぐーっと曲がって、ここから上りになります。この上り区間。で、S 字。ここはね、ゼブラを大股越え、ドンドンと越えて、ぐーっと上っていきます。まあ、シフトアップは4に入って、そしてここがハイポイントと呼ばれるコーナーですね。スゴーのハイポイントで、ここがレインボー。このレインボーをクリアすると800数十メートルのバックストレッチに出ていきます。ここを3速で立ち上がってすぐ4、そして5というふうにシフトアップをしていきます。蔵王が見えますね。カメラマン入ってますか。はい、はい、とても眺めのいいバックストレッチです。で、ここが馬の背と呼ばれるコーナーです。5速から3速までシフトダウンして、ここを右にクリアしていくと、これまたスゴーでのハイスピードコーナーといえる SP イン、SP アウトコーナーに入ってきます。これが SP インですね。 SP インコーナー。そしてここはコースいっぱいに使ってアウト側のゼブラゾーンまで出るんですが、今年からこのゼブラゾーンが変わってバタバタ、音が届くでしょうかね、バタバタ言います。でここが SP アウト。桜も綺麗です。で、ここが 110R と呼ばれる最終コーナーですね。入り口が若干 110R で、狭いところから徐々に R が広がっていきます。ここが 110R ですね。ここからそして急に上りです。ここはバイク試験員、バイクはここの試験員を通ってくるようになりますね。で、10% です。ここをずっと登っていって、ここはダンロップブリッジ。このダンロップブリッジをクリアすると、視界にはメインストレート、ドライバーにとってはピットからサインを送ってくれるサインガードが目に入ります。ほら、見えました。これでホームストレートに戻ってきたということですね。